オスカル・デ・マルコス・アラナは、スペイン・アラバ県出身のサッカー選手。アスレティック・ビルバオ所属。ゴールキーパーとセンターバック以外のすべてのポジションをこなせるユーティリティプレイヤーとしても知られている。デポルティーボ・アラベスのユースチームでキャリアをスタートさせ、2008年12月21日、セグンダリディビシオンの CD とニリフェ戦でトップチームデビューを果たした。 2008から09シーズンは20試合に出場したが、シーズン終了後にセグン、西軍ダディビシオン B 降格となったため、2009年7月、プリメーラディビシオンのアスレティックビルバオと4年契約を結んだ。移籍金は約35万ユーロ。8月6日、UEFA ヨーロッパリーグの BSC、ヤングボーイズ戦で、先発出場してデビューし、2試合合合合計2から2で、 勝ち上がりを決めた。8月16日、スーペルコッパでエスパーニャファーストレグの FC、バルセロナ戦では、先制点を決めたが、この試合は、結局1から2で敗れた。2009年秋には、FIFAU-20 ワールドカップに出場し、3連勝したグループリーグでは、全3試合に出場したが、決勝トーナメント1回戦のイタリア戦には、出場できず、敗退となった。 2009から10シーズンは、ビルバオアスレティックに登録されていたが、トップチームで公式戦29試合に出場して3得点した。2010年5月には低迷していた、ビルバオアスレティックの試合に借り出され、セグンダ・ディビシオン B 残留に貢献した。2010から11シーズンは、トップチームでの出場機会が減少したが、ホワキンカパロス監督によって、サイドバックとしても起用され、 公式戦15試合に出場した。2011年夏にマルセロビエルサ監督が就任すると、本来のポジションの他にセンターハーフでも起用された。2011年12月17日のレアルサラゴサ戦では、後半15分頃に陰嚢を負傷して、目に涙をため、25針を縫う怪我を負った。2012年1月4日、 アスレティックビルバオとの契約を2016年まで延長し、違約金は3200万ユーロに設定された。2018から19シーズンの第7節 FC バルセロナ戦では、前半41分に先制ゴールを決め、バルセロナを追い詰めたが、後半39分に同点ゴールを決められ引き分けに終わった。2019年12月14日、 クラブとの契約を2021年まで延長した。ありがとうございます。